断したんだと思うんですけどもね、まあ、でもやっぱり強いボール行きましたよね、きっちりね。ヘルナンデス対決になります。ジャイアンツのヘルナンデス対ホークスのヘルナンデス、2番起用のジャイアンツのヘルナンデス、今日ここまでヒットはありません。ここで光り輝くのかどうか。外中心の配球です。ストレート、カーブ、清水さん、あの辺りのコントロール非常に上手なホークスのヘルナンデスがありますが、まあ、いいところには行ってますけどもね、まあ、若干コースがずれてるというところでね、まあ、ただボールにはなってますけど、まあ、非常にボールの強さ感じますよね。次もやはり外中心になりそうですか。ここまで3球とも、あ、そして申告敬遠です。ここで申告敬遠、3ボールノーストライクのところでしたが、ここは奥久保監督が申告敬遠を判断しました。